321オープン神秘的ですよねとてもなんかあの透明感というか生まれたての赤ちゃんの目のような青さというかほんと素晴らしい。 嘘見たあの後ろから見ても後ろにもダイヤがいっぱい <laughs> ついてましてこんなに贅沢なものを近くで見れるなんてもう光栄ですわあ素敵ですね皆様ご注目いただきたいと思います お似合いでいらっしゃいます。今の率直なお気持ちを聞かせてください。あのいや緊張します。<laughs> この重みをずっしりと頭の上から感じていますけど、でもなんかやっぱりパワーをもらえるというか、うん、浄化もされるけどなんかグッと力が入る感じもまたあの天然石ダイヤのパワーなのかなと今実感しています。 ありがとうございます。重いですか重いですね。なかなか重たいです。でもなんかそれが実際の重さの重みなのか、この貴重っていう気持ちの面での重さなのかがちょっとわからない。ダイヤモンドはあの地表… 地中の中で何年も何年も眠ってそしてやっと発見されたっていう,もうまさに地球のロマンがぐっと詰まっている感じがしますよね本当神秘ですねなんかいろんな方の人生が詰まっているというか歴史が詰まっているというか愛おしいという言葉がダイヤに合うかわからないけど、まあ、そういうのが そういういすべてがパワーになって感じているのかなというふうに思います、うん、あの本日ご着用のジュエリーなんですけれども、はい、トータルでおよそです、ね、100億円 <laughs> プレスの皆様からもう「うえ!」という声が笑っちゃうっていうリアルな。ももううねちょっと一回鏡見たいいすすごくないですかお似合いです。 ピアラとピアスとそしてリングと100億円ですよ。<laughs> ねえ、すごいです。光栄でございます。まあこの先ないでしょうね。最初で最後です。うん、お願いします。